春、水を張った他に飛来した白鷺白鷺とは、ほぼ全身が白い鷺類の総称、また小鷺属の旧名である。種名ではないが、漢字表記は中国語で、小鷺を指す。日本では大鷺、中鷺、小鷺お及び稀に飛来するから白鷺が該当する。時に、甘鷺や黒鷺の白色型も加えられる。目前の白鷺を同定するには、大きさや、くちばし、後の色、 感の有無などを手がかりとする。よく目立ち、くちばし、首、足が長い。成長は、死有とも繁殖期の前になると、頭や背に飾り輪が生じる。白鷺類の多くは渓流など整列な水域には、生息せず、不栄養化が進んだ水域に見られる。よく他の種類の詐欺たちと同じ箇所に集まって栄想し、繁殖する。この詐欺類の集団繁殖地は、詐山と呼ばれる。 人間が幸運期で耕した後の畑の虫やミ水ミを捕食する白鷺サ千2015年12月16日集団映像することからフ餌やヒナの不襲や鳴き声が人にとって公害となることがある。徳島県では1965年10月より白いサギ科の鳥の総称としての白鷺を県の鳥に制定している。小鷺は口頭に関運があり、 日本画のモチーフとして多用されてきた。繁殖期の背の飾り輪はとても美しく、婦人用の帽子の飾りに多用されたが、現在は多くの国で規制の対象となっている。ありがとうございます。